皆さんこんにちは。作曲をテーマにした配信番組ユースコンポーザーボリューム64始まりました。司会進行役のかなです。よろしくお願いします。そしてアレンジ作曲学科講師の浅田祐介でございます。よろしくお願いします。コロナ禍の影響により前回まではリモートでの配信でしたが、今回は引き続き感染対策をしながら久しぶりに対面での配信を行うことになりました。はい、よかったですね。よかったです。寂しかったです。ちなみにこれ何に見えます？多分私当てられますよ。あれ扇風機ですね。ちょっと待って。でも最初あのヘッドホンかと思って、結構いろんな人のところにこれをつけたまま行くとヘッドホンだと思ってましたって人がいて、そうですよね、商売柄これごまかせんだなと思って。だからあらゆるところでつけていってます。いいと思います。はい、めちゃくちゃいいですよね。その持たなくていいっていう、持たなくていいのもあるし、割と持つんですよこれが、あの電池が、電池が、まあほぼ1日持つんで、1日あれですよ、あの頭冷やせますよ。めっちゃいいですね。めっちゃいいです。あの電車とか乗って冷房が効いてるところだとちょっと寒いぐらい、あの暑いの得意ですか？どちらかといえば寒いよりかは得意ではあります。そちらの派閥の方なんです。そちらの派閥。あの私、寒いのが得意な派閥なので、暑いともう頭が回らなくなっちゃうんで、あの極力冷やしてしております。それでは本題に入っていきたいと思います。はい、今回はいつものように在学生ではなく、学外の音楽クリエイターにスポットを当てた自分のいいところを見つけようという特別企画になります。尚美ミュージックカレッジ専門学校では学校の1日体験ができるオープンキャンパスを開催していますが、7月と8月期間のアレンジ作曲学科のオープンキャンパスでは尚美作曲ワークショップというイベントを開催しました。手元の資料によると、このワークショップ参加してくれた方、プロの音楽クリエイター、のサポートを受けて作曲に取り組んでいただくというもので、高校生とか、まあ、それだけに限らず、いろいろなクリエイターの方に参加してもらったということらしいですね。はい、作曲のサポートを担当したのはアレンジ作曲学科講師の新井先生と湯原先生、そして卒業生の宮野玄人さんと練り切りさんに来ていただいた日もありました。そしてこのワークショップで作った曲をユースコンポーザーに出品していただくと、プロの音楽クリエイター陣がそれを聞いてあなたのいいところを見つけますよということをお伝えしたところ、たくさんの参加者の中から今回は4人が出品してくださいました。だからよくありていななんか感想とか資料とかというよりかは、曲を聞いて、あこの人これを曲のこういうところがいい個性だなとか、こういうところを伸ばしたらいいんじゃないかなとか、はい、いいところを見つけてってあげて、そこを伸ばしてあげるっていうのが今回の趣旨ってことですよね。はい、はい、ということになります。わかりました。はい、では浅田先生と一緒に作品を聞いていただくお二人をご紹介します。まずはアレンジ作曲学科講師の新井正俊先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、続きまして市川春之先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
で、新井先生、はい。実際にワークショップでサポートなさったということなんですが、はい。どんな状況だったんですか？はい。大体約今3時間近く、うん。黙々とみんな、3時間。やってましたね。ほう。で、まあ、その中で、普段の DAW とか、もうどんどん慣れてる、人たちもいたんですけども、結構、パソコンとか持ってなくても、スマホのアプリなんかで作って、それをパソコンの方に吸い上げて、制作してまた持って帰るみたいな、ことを、なんか結構そういうの多かったですね。今時な感じですね。湯原さんだったり、練切君だったり、宮野君とかの様子はいかがでした？逆に見てて羨ましいなと思ったのは、直接ギターの弾き方とか音作りとかを彼らに教えてもらってるっていう光景がありそれましはてで俺すもね。教えてほしいですね。バッキバキのこうカッティングが、やってましたけども、なかなかこれは貴重な体験なんじゃないかなと思いましいいたですね。楽しみですね。ね。では早速1曲目から聴いていきたいと思います。日の出丸さんが作曲した「アンシャントゥール」という作品です。ご本人の解説によりますと、フランス語で魔法使いという意味を指します。コンセプトは、魔法使い見習いの女の子が一人前の魔女になるために頑張るというものです。不思議なコードや効果音を使い、可愛い魔法使いのイメージを出せるように工夫をしましたとのことです。ではお願いします。
はい、では先生方に日の出丸さんの良いところをお話ししていただきます。まずは浅田先生から。僕からですか。はい、良いところ、良いところしかないんじゃないですか。いやもうアレンジもすごくかっこいいし、これギターはやはり手助けが入ったんですか。これに関してはわからないんですよ。ああそうですか。弾いてるのか、ギターソフトを使ってるのか謎ですね。確かにちょっと刻んでるところ、でもこれ弾いたやつを刻んだのかなともちょっと思ったんですけど、メロディーラインはもうすごくいいし、このノンリリースピアノをこういうコード刻みに使うのも、ノンリリースピアノでこうアルペジオとかメロディーをすごい速いパッセージで弾くみたいなのって YOASOBI がやってるみたいな感じでかっこいいんですけど、このコードを刻むのに使うっていうのがちょっとシティポップっぽいコードワークに相まって、すごく今時のサウンドで超かっこいいなと思いました。これシンセメロだったんで、どういう歌が合うのかな、どういう歌詞が合うのかなっていうところまで想像できるぐらい完成度は高いなと思いました。ありがとうございます。続きまして新井先生お願いします。はい、フランス語のタイトルですよね。はい、なんかそういう感じがします。なんかそうですね、おしゃれでウキウキした感じ。やっぱ最近の若い方々はものすごいこうフュージョンだとかジャズとか結構なコード使うようになってきてるんですよね。でもそれが美味しいところで散りばめられていて、すごくコードワークとても良かった。転調の戻りのところとか、そうね、気が利いてるよなって思いながら、はい、ありがとうございます。で続きまして市川先生お願いします。はい、やっぱりバランスがいいですね。もう今の日本代表と一緒ですね。あ、ごめんなさい。これ今日この番組の冒頭に僕とかなさんの語りを2分間って言ってたら、はいはいはい、俺は市川先生に今のドイツトルコ代表に対しての日本代表の躍進について20分で話したから間に合わないんじゃないのっていう話をして、さすがなんかあれかなと思ったら、まさかの今のこのパス、ここで。いやでも本当、はい、結局一人その一つ何か中心があって、そこにはじゃなくて、うん、全てがことしても動いてるけど連動性があって、あとやっぱり監督目線というか上から俯瞰してる感じの全員がバランスを取り切れてる。それが分かるのは16ビートの音楽って最近特にそうなんですけど、譜面書かないからリズム縦で切った時にぶつかること多いんですよ。はいはいはい、ハーモニーじゃなくてリズムがぶつかること多いんですけど、それがちゃんと整合性取れてるんですよ。だからすごいな、やっぱこの人は監督です。ある種この16のカッティングは三笘だとしたい。やるそれ。ぶっ込む？ぶっ込む、じゃあやめときますけど。でも僕こう聞いた後に一番最後のエンディングにベースの音が残るじゃないですか。その時に選ばれてる音色がうわちゃんとなんか今時の音だっていう、ここになんかそういうディテールがなんかパッと聞きいいんだけど、なんかディテールがもうちょっと詰めればいいのになっていう部分ってあると思うんですけど、最後まで「うん」って残ったベースの音にも今時の音楽感が残ってるのって、これやっぱセンスがいいなっていうのをすごく感じました。すごい私分かんないからサッカーに例えないで思うすごいです。僕ら続けますこれ。もうどうぞどうぞどうぞ、はい、今いいですかね日本代表。なるほど、いいから怒られることないと思うんで。なるほど、負けてんのに何言ってんだっていうのはないんで。なるほどなるほど、はい、はい、ありがとうございました、はい。続いて2曲目はドロップさんが作曲したまどろみという作品です。ご本人の解説によりますと、歌詞に特に思いを込めて作りました。何でもないような夜にぼーっとしながら静かな雰囲気の中で
沈み込みつつ別れてしまった恋人との記憶に思いふけっているようなイメージでこの曲を作りました。夜感が伝わるように星をイメージするような音を入れるなどして自分なりにできるところまで作ってみましたとのことです。ではお願いします。存在すらおぼろけね。なんて求めてないよ。害はいらないけど残り続けて害にもね。脳内再生余裕のくせに見ないふりした恋記憶届くことはないの。気づいていた焼き付いて離れない咲く花火。手を伸ばしたらまだ届くかな。かすれた声で呼びかけようとか。手の手触れたら間に合うかな。忘れないでいたいな。思い出して出してその瞳一瞬で会おう。打ち出したまたはだてがってこの恋一瞬で僕を願い言うた恋願って願って。あと少しあと少しよあと少し重ねるの伝って伝って最後スタンド溶けてしまった恋が立てに今回だって何のその無敵ぶってた。でも捕まえてた待って引き返せるかなってまた考えてしまうと安心や。脳内とかも言われが目覚めたコーヒーに手をつけてしまう。道すがら置いてこられなかったお荷物とでも燃えたらいいのに。生きてもあやふやな自分と戦ってる。ゲームオーバーなんて嫌だから当たってくのゲーム前にバチを投げた。ただひたでひたってその角に一瞬も消せることはなくて舞い立てたって変わりないと嘘を吐き続けるの。期待はしちゃいけない分かってたのにまた未練がましく思うし、それも砕いて砕いて砕いて砕いた。そろそろ別れの時間。どうしようもなく愛を感じてしまった。どうすることもできず過ぎた時間は愛を受け取ることなく消えてた。夢で満たして封をした思い出も忘れたって忘れたって忘れたって何度も蘇る思い出は嫌に鮮明で、あまりの美しさに愛着が湧くほどに見惚れてしまった。思い出して出してその瞳一瞬で青を映し出した。またはだけがってこの恋一僕を願い言うた恋願って願って。あと少しあと少しよあと少し重ねるの伝って伝って最後スタンド溶けてしまった恋が立てに。では先生方にドロップさんの良いところをお話ししていただきます。まずは市川先生からお願いします。やっぱりこのチームを作るときに大事なのはメッシのいるアルゼンチンとかクリスチアーノ・ロナウドがいるポルトガルのようにある真ん中に何かをドンと置いてそこに周りがサポートしろっていうパターンもあるわけですよ、はい、今の日本とは違って、はい、それをまさにやってらっしゃる。
あのコメントを聞いたからじゃないけれど、うん、やっぱメッセージ歌詞を軸にして、うん、でこれをどういう形でリズムパターンもテンポもサウンドもいろんなことがこうなんていうのかなバシッとこうフォローアップし合ってチームプレーなんだけれどやはりこれですよっていうのが多分聞いた人全員に伝わると思うのですごいこれはこれでまたプロデュース能力監督能力あるなと思うんですね、うん、それが一番よくわかるのは音楽として必要なねあのリズムメロディハーモニーって3要素がなきゃいけないのに中盤でバーンハーモニー抜くんですよリズムとメロディだけにするわけですあの勇気采配采配じゃないですかすごくいいなと思いました、続きまして新井先生お願いしますはいこの人は、スマホで作ってきてスマホのボカロも使っていてでガレージバンドでそれを、まあ、ロジックに読み込んでいろいろ遊び方を教えましたねこれはドラマの使い方とかあとはリミックス FX とかでそれで一回家に帰って、もらってそれで家でこのように教えたエフェクトなんかを上手に使ってこれも多分 iPad で作ってると思うんですね、メロディーと、ね、こうリズムがこうシャッフルしてる感じなんですけどもシャッフルスイングというかでボーカルがストレートになるところと跳ねるところといろいろ使い分けてますねそのなんかズレ の, このグルーヴ感というのがとても気持ちよくて今っぽいかなと思いました、はい、ありがとうございました続きまして浅田先生お願いしますはい。いや俺も全く一緒で まずその、まあ、ナンセンスですけどジャンルとしてあえて言うとしたら多分チルウェブとかそういうチル系になると思うんですけどそのジャンルって見た時に選ばれてる音色グロッケンだったりとかあとはそのちょっとチル系のギターが入ってたりとかっていうところのその世界観の構築の仕方がすごくセンスがあるなと思ったのとあとやっぱりおっしゃられたように最初パッと聞いた時に八百屋っていうドラムマシンの全体のキットシンバルも含めてキットを鳴らしていてそれが跳ねてんですけど歌い出しのところはイーブンのリズムで入ってきてあれなんか間違えてるのかなと思ったら跳ねたところも出てくるからあ意図的なんだなっていうそこになんかこう巧妙なこうトリックというかちゃんと考えてるんだなっていうことはすごくいいなと思いましたあとは個人的にうわすげえなと思ったらずっとクリックが鳴ってることカッコッコッコっていうのがうわクリック鳴ってるなっていうところがなんだろう僕らからすると切らないとなとかって思っててもなんかちょっとあでも音楽を始めたとかダウを始めた人にしてみるとクリックは別に楽音の一つなんだなと思う部分をちょっともう一回こうボールのトラップの仕方とかをこれちょっとすぐダイレクトで出そうとしてたりとかやっぱボールを止めて蹴るっていうその基本的なところにもう一回立ち返らないとダメだなっていうことを冨安のプレー見てください切り方がまだ分かってないんで分かりましたと今、日本の宝だと思っているなるほど以上でございます、はい、ありがとうございました、はいはい続いて3曲目はジュピターさんが作曲したムーンライトナイトウェーブという作品です、ご本人の解説に、ご本人の解説によりますと私らしい曲ですとのことですでは、お願いします。
では先生方にジュピターさんの良いところをお話ししていただきます。まずは新井先生からお願いします。はい、実際にこれ作ってるところを見てましたけども、オートメーションこのです、ね、こうフィルターとかボリュームをコントロールするこうグラフがですね、こうぎっちりと書かれていて、ものすごい緻密に作られてましたね。でまあ、タイトルからこう察するように、80年代とか、そういうところを意識したこうシンセウェーブ、レトロウェーブというサウンドを多分意識してると思うんですけども、メロディー の, そのピッチベンドでしゃくる感じとか、ちょうどねその頃の、ゲームのようなね、ああいう歌わせ方っていうのが素晴らしいなと思いましたね。メロディーもとても印象的ですし、展開も作り方も上手ですし、はい、ありがとうございます。続きまして浅田先生お願いします。80年代にはラモス・ルイ、ああ知ってますよ、私でも、はい、ラモス・ルイは知ってる、はい、だから CM とかも出てたんで、そういうものすごい浅い知識ですけど読みうるクラブ、はい、はい、僕このエンディングのアルペジオ、ちょっと真空がかったアルペジオの音色とかすごい好きで、本当ジョン・カーペンターの映画、ジョン・カーペンターのエスケープフロムニューヨーク、あれエスケープフロムニューヨークってニューヨーク1997か、4名はなんか監督が作ってるんですね。でそれのアルペジオとかすごくかっこよくて、でそれに近いニュアンスを感じながら、こう80年代を感じながら、イントロ部分は四つ打ちで、しかもメロはちょっと今時なメロディーになっているのが、なんていうんですかね、こう遠藤航的な最先端のこう強いドイツで1位1対1の勝率1位のやつから、最後こうでもここにラモスがいたんだよ、キーちゃんがいたんだよっていう、そこだから止めろって富安を見てくれる帰った、でもねすごい止め時がいや、あとミックスもすごいバランスがいいなと思いました。こういう四つ打ちのものって割と四つ打ちって一個のテンプレートがあるから破綻しちゃう時は破綻しちゃうんですけど、でもちゃんとダンスものとその歌ものにしてもバランスが取れそうな感じのバランスになってるのは耳がいいんだなっていう感じがしました。はい、ありがとうございます。続きまして市川先生お願いします。はい、まあ、今ラモスのお話出たんですけども、はい、やっぱり聞いててね、リズムから、まあ、ビルドアップっていうスタイルなんですけれど、 J-POP じゃない感がすごく伝わってきて、うん、そうそう、だからやっぱり例えばイガインとか久保建英みたいなアジアの子なんだけどヨーロッパ育ちみたいな、すごいそういうセンスを感じるので、あなたね、あなた誰が作られたのか分かんないけれども、あなたはものすごくそのヨーロピアンなセンスを持ちつつ J-POP のところに落とし込めてるというか、うんうん、なんかそこが多分武器というか特徴な気がしました。僕も実はちょうど聴いてる中間あたりで、スティーブ・アオキとかいわゆる日本的な、日本 の, バックグラウンドにいる人はいいんですけど、日本のクリエイターが海外で DJ シーンに出ていったりとかするのって、よっとしたらこういう人なのかなっていうのを聞いてて思いました。もう例えないから大丈夫ですよ。若干こう、あれでしょ、こう詰めるところをどこにしようか、今どこから守備を始めるか決めようとしてるでしょ。探り探り。探り探りな感じが。いつみたいな。ちょっとそこは今日は今のところやめました。ありがとうございます。はい。はい、ありがとうございました。続いて4曲目はセブンさんが作曲した日常という作品です。ご本人の解説によりますと、日々のテンションの上がり下がりをこの曲に表しましたとのことです。ではお願いします。Thank you.
はい、では先生方にセブンさんのいいところをお話ししていただきます。まずは浅田先生からお願いします。原先生、このセブンさんはご存知なんですか？作ってるところを見ました。若いです。高校生です。お、ね、得てして1777フラ4みたいに言った時に、単調な曲調になっちゃうのかな、テンションの上がり下がりっていうものを表現してんのかなと思ってたら、割とサビ、まあ、どこがサビっていうか、サビの後にも一個盛り上がりがあったんで、転調結構して、こんな若いのに単調にしないようにメリハリをつけようって考えて曲を作るってすげえ志が高いなっていうのが、やっぱ今の日本のサッカーと一緒で、こう優秀始まりますか、始まりますか、いいなと思いました。ちょっとすいません、早めに今のは肩と肩なんで正当なタックルです。あ、正当なタックルです。大丈夫です。よろしいですか？あ、はいはい。はい、続きまして市川先生お願いします。そうですね、まあ、さっきもおっしゃったけれど、リズムのパターンもテンポもそうだけど、割と難易度の高いね、こっからの先の展開がね、大丈夫っていうぐらいちょっと割と難しめのところからのスタートだったんですけれど、多分それは別にそこをあえて選んだのではなくて、そう、自分の中にあるイメージがそういうものだったんだろうなと思うし、あと作曲、僕は授業でも言うこと、作曲っていうのは2つの仕事で、1つはメロディーを作ること、これはもうみんな分かることなんだけど、もう1つはコード進行、ね、コード1個ではただのハーモニーなんだけど、進行することによってストーリーが転がっていくわけですよ。そのストーリーの転がせ方も大事だっていうことを知ってる子だなと思った、うん、だからそれが割ともう若いうちでその理解、例えばボールを持ってる時、持ってない時の動きね、うんうん、これ2つも大事なんだけど、それをまさに彼か彼女か分かんないけど体現してると思う。やっぱ作曲ってね、実はメロディー書くだけじゃないんだよっていう、ここで発表してきた、はい、すごい俺も感じました、うん、ありがとうございます。続きまして新井先生お願いします。はい、アレンジとかメロディーラインとかとてもシンプルなんですけど、いや実は難易度がめちゃめちゃ高いと思いますよ。本当にシンプルな中でもこれだけ、こうバリエーションつけて、こう進行してくるってなかなか大変だと思います。で、なんだろう、このコードのなんか転調だとかコードワークとかって多分お若いのに、なんだろう、60年代70年代のなんかソフトロックとかなんかそういう、で、まあ、ビートルズはじめとしてそれ以降の人たちがよくやりそうなコード進行だなと思って、どこで影響されたのかなと不思議に思ってたんですけど、歌メロ、おそらく歌メロのつもりなんですけども、歌物としてもなんか映像 その BGM としてもなんかいけちゃいそうな曲だなって思ったんで、何か多分その日常っていうタイトルからもするように映像きっと浮かんでて、何かこういうことしてるんだろうなってなんとなく分かります。なんかね、でも本当おっしゃられるみたいにコード進行の妙が、そのいやでも実は最近 Spotify で聴いてる曲もコード進行が XTC みたいな、こうメロディーでバンって転調したみたいなのが、うん、結構ここさん何回か聞いてたあって、ひょっとしたら潮流なのがいいですね、これからのサッカースタイル、うん、違う違う、はいはい、はい、ちょっと飛んじゃったじゃないですか。はいはいはい、ありがとうございました。はい、以上、勝美作曲ワークショップ連動の特別企画、自分のいいところを見つけようでした、うん、はい、レベル高い、レベル高い。はい、ここで一つお知らせがあります。この勝美ミュージックカレッジ専門学校では、学校の一日体験ができるオープンキャンパスが開催されています。アレンジ作曲学科のオープンキャンパスでは、こちらにいらっしゃる新井先生や市川先生をはじめ、さまざまな先生による作曲の専門分野の講座が無料で受講できますので、ぜひ参加してみてください。はい、なんか
好評で結構俺のところにもあの今 X でしたっけ、はい、元ツイッターあのリツイートしようかなと思うんだけど、なんだろうちょっと恥ずかしいなってなんかなんでリツイートにコメント載せようかなっていうので一回考えちゃうんですよね。それでなんかちょっとこう引いちゃってるんですけど、やっぱりよくない、あ大丈夫だよサッカーに例えないからあの今どこで来るのかなって顔をしてこなくても大丈夫だよ、全部毎回立てようとはしないんで。なるほどなるほど、時折時折あの好評みたいですね。あの本当よくあのもちろんアレンジ作曲学科だけではなくミュージックビジネスだったりとかいろんなやつのツイッター X かのやつ見ますよ。であの卒業生のやつだったりとか、あとはボーカル学科でこんなことやりましたっていうのを見てていいなと思います。はい、こちらの X ではアレンジ作曲学科から発信されるいろいろな情報が見られますので、ぜひご覧になってください。はい、で、次回、はい、次回はですね在学生、この勝利にいる、はい、アレンジ作曲学科の、学生作品を集めた、まあもう伝統芸コンピレーションアルバム D-MAC Songs and Instruments 7番三笘ですね、をご紹介するということで、今回もあの、ね、結構あれでしょ、いないから現状わかんないでしょ、あの、ね、結構今回の学生面白いの、あの結構 D-MAC のやつとかも聞いてて結構なんか面白いな、あの授業してても発想だったりとか作ってくるもののバランスがいいなと思う人が、あとね歌えるやつが多いの、密かに、そうなんですね、だから密かに俺楽しみにしてるんですよ。おだからあのですよ、期待してていいんですよ。はい、期待してます。あの次のカナダ戦とアフリカのどっかですよね、いつもやるところもうそこいいよっていうぐらい何回もやる国があるんですけど、そこいいよって言っちゃダメですけどでもまた戦うのっていう、まああのあれです、活躍が多分日本代表と同じぐらい今回の D-MAC Songs and Instruments 7 by 三笘は期待できると思うので、はい、楽しみにしております、はいはい、ということです。次回はこの D-MAC ソングザンドインストルメンツナンバー9、ナンバー7をお届けしますので、楽しみにしていてください、はい、ではまた次回お目にかかろうと思います、では今日はありがとうございました。さよなら、ありがとうございました。